最高の締めくくりですねそうです今回のウィークはいつもよりも、まあ、地元っていうのもあっていい感じで走り、まあ、いつもよりはいい感じで走り出してたと思うんで予選もちょうどアタックラップに赤旗が出てしまって、まあ、4番手だったんですけど最後スパートもかけれて最終的に勝てたのでよかったです今シーズン振り返ってみてどんなシーズンでした、まあ 開幕戦から表彰台に乗れたのは良かったですけど、そこから岡山ぐらいからちょっと転倒に巻き込まれたり、A.P. はあんまり良くなかったんで、まあ、最後は勝てたんで良かったかなと思います。え、まあ最後最、えー、勝って終わりました、えー。応援してくれた方に一言お願いします。えー、応援ありがとうございました。とチームのみんなやファンの方々に感謝の気持ちいっぱいです。また来年も。 来年はまだ何出るか分からないですけど、また応援よろしくお願いしますレースウィーク通して、だいぶ前の方にずっといたんですけども、まあ、やっぱ鈴鹿っていうのがありますよ、ね、いや、まあ、鈴鹿でだったんで、前に来れたと思いますまただ、その仕上がりというか、ウィークの流れは良かったですかまあすごく良かったと思います、単独でもしっかり20秒前半は出せてたんで、良、まあ、かったと思います。 まあこの2位をきっかけにえ来シーズンもっと飛躍したいですね。ああまあそうですね <laughs> いやまあ来年、タレントカップ決まっているのでそこでチャンピオンを取りたいなとは思っていや、悔しいですね。まあ地元というか一番走り込んでいる鈴鹿でやっぱ勝って終わりたかったですねはいそうですね。 勝てる気持ちはあったんですけどもう勝つ気しかなかったんでもう3位だっったんででめっちゃ悔しいです最後、どういう、まあ、勝つシミュレーションをしてたと思うんですけど、えー、最終ラップ、えー、どんな動きをししようと思ってましたいやもう裏ストレートでとりあえずべったりスリップつこうと思ったんですけど思ったよりもやっぱちょっと離れてしまってもうちょっと離れたらもうストレートをグイーンともう離されちゃったんで。 もうだから試験も打てない状況でもう一番悔しかったですね。じゃ、この悔しさは来シーズンに。はい。来シーズン、何やるか分かんないですけど。まあ、バイク乗ってたら頑張りたいと思います。